大阪にはうまいもんがいっぱいあるんやで。はい、こんにちは。メタボのおっさんです。今日は浪速区の大黒町の近くにある老舗ハンバーグ店ザバーグさんをご紹介したいと思います。実はこのお店、4月11日に、この今ご紹介する場所から北に100メートル行ったところにリニューアルオープンしました。新しいお店もご紹介したいと思います。ザバーグを南に行くと木津市場があります。木津市場は安くて新鮮で美味しいものを、気軽に買うことができます。ほとんどの店が一般の人への小売販売もしてくれはるので、一度興味のある方は行ってみてください。ほんまにね、美味しい旬のもんが、目の前で見れて買えるのでおすすめです。ザバーグの紹介に戻ります。南側、木津市場から、ザバーグの方に歩いてきました。で、この時にもう移転のお知らせがお店に貼ってありました。3月30日でこのお店は一旦閉めて、北にちょっと行ったところで、リニューアルすると書いてあります。リニューアルした場所はコスプレ焼肉があるとこですね。この辺に土地勘ある人はまあこれでわかるかな。結構長いことやってはったもんね、あのお店。なんかね、写真ないかな思ったけどね、なんか残ってなかったんで、ごめんなさい。やっぱいろいろなんか撮っとかなあかんっすよね。またなんか、探してみます。メニュー紹介です。左のバーグスパゲティ、美味しいな。で、スパゲティが下の段と上の段がハンバーグです。店内の様子です。この柱ね、見てもらうとね、これね、船をイメージして作ってあるんですよ。丸い木の柱にね、こうロープ張ったりとか、その船室みたいになっててね、これだからちょっとワクワクするような場所っていうのかな。今びっくりドンキーがね、なんかやっぱりこうトゥリー木をイメージしたような、なんか建物のところとかがあったりするんですけど、このザバーグさんはもう30年、ここでやってはるんですけど、こういう船の中っていうのをイメージして演出してはります。このランプも船っぽいですよね。で、こちらがメニューです。左の上はライス付きのハンバーグランチです。ハンバーグランチ、エッグハンバーグ、チーズハンバーグ、ベーコン、おろしと書いてあります。まあ、ランチがないのはもう地数の問題やと思います。で、その下に、びっくりハンバーグ、エッグびっくり、チーズびっくり、ベーコンびっくり、おろしびっくりがありますけど、これに、コーンスープか味噌汁、ライスのセット、コーヒー付きのセットとかもあります。ライスの場合は下の単品で注文します。美味しそうな音がしてますね。これが、おろし、びっくりハンバーグです。こちらがノーマルのびっくりハンバーグです。おろしハンバーグランチに、コーンスープを、追加で注文した時の映像です。これでお値段1230円です。ザバーグのハンバーグは、一言で言うと懐かしいハンバーグですね。今のふわっとしたっていうよりは、こう結構固めの、しっかりとした、ハンバーグになっています。まあ、できて30年ですもんね。だから、今風というよりは逆にこの味が懐かしいっていうのかな。子供時代から食べ続けてはる人が、今も食べに来てはるのと、ちゃいますかね。ザバーグの横の、パチンコ屋さんになってるところが昔ボーリング場で、ね、昔多分そんなに家族でね、行くファミレスとかがまだ少なかった頃って、やっぱボーリング来て、この、裏でこのザバーグのハンバーグを食べるっていうのは、やっぱり贅沢やった、思い出やった世代って、やっぱ一定数いてはると思うんですよね。だからそういう人らが、昔と同じ味が食べれるって言って、こう食べに来るっていうのが、こうザバーグの、なんていうか、良さかなと思いますね。今には今の味があるし、昔は昔の味があるし、その昔の味が今も食べれるっつうのは、ことちゃうかなと思います。
いっぱいハンバーグ食べて、コーヒー飲んで、また昼から仕事頑張ろうかっていう、そんなひとときです。はい、ほんで、北の方にちょっと行ったところに移転した場所なんですけれども、冒頭にも少し触れた、何和区役所の交差点の手前ですね、昔、コスプレ焼肉があった場所、今、宅急便屋さん、あ、大和以外は宅急便言うとあかんやったっけ、宅配の人が歩いてる、左側の場所が、新店舗です。これね、3月のまだ中頃かな、まだ工事中やった時です。それがだんだんできてきて、窓ガラスもはまり、あとは、オープンを迎えるだけになった、これ4月の頭ぐらいかな。で、4月の11日にオープンいたしました。今度の店はね、古い店よりあのキャパが、座席数が少ないんですよ。だからまあまあゆっくりやりますわっていう意味で、規模も少なく、しゃはったんですけれども、ちょっと行列になるんちゃうかなと思うので、ザバーグ行かはる方は、要チェックです。食べに来たらすごい行列やっていう方は、新店舗のザバーグからすぐ近くにある、フレンチ料理の、蒼月さん、ここのねフォアグラ入りハンバーグがお昼1100円で食べれます。テイクアウトもやってはります。で、1100円なんですけどね、こんな立派なところで、料理が運ばれてきて、スープもついています。こちらの方もね、大変美味しいので、おすすめです。ぜひ蒼月さんの方も行ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さん、また See you!